こんにちは、あやです。今回の企画はランクル300買おうか迷っております。ということで、前にディーラーさんの方で新型のランクル300を欲しくて気になったので商談しに行ったんですよ。そういろんなグレードで、もうオプションてんこ盛りで、てんこ盛りで、で GR のランクルもあって、いろんなのがあってお話も聞いて、やっぱどうしても気になったから、最終的に本当にいいなと思うオプションをつけて、私が買うんならこんな感じ、私っていうか、まあデモカーなんですけど、っていう感じの見積もりを取ってきました。はい、なのでその見積もりを詳細にご紹介したいと思います。はい、今回、はい、カタログ届きました。おお、すげえ。これだとなんか全体図が分からんじゃん。うん、じゃん。あ、これは GR スポーツのやつだな。なんかね、結構ね、見た目がちょこちょこ違ったり、うん、全体の全長だったりも少しずつ違うんですけど、そうだね、まあ、こんな感じでね、なっております。じゃあこれを見ながらオプションとか、まあ、どの車、ベース車両をね、選んだのかやっていきたいと思います。はい、まず私が選んだベース車両 ZX になります。グレードは ZX、 はい、これですね。これねのガソリン車です。7人乗り。はい、7人乗りになります。で、色はプレシャスホワイトパールで、内装の色がこの白みたいなね、ベージュみたいな色になります。これにしたんだ。ニュートラルベージュですね。このプレシャスホワイトパールの内の色、色はこれだ。これですね。はい、ほうほう。この米印はメーカーオプションの金額か。しかもこれ一番高いからですね。はい、ということで金額が5万5千円。5万5千円あっ、はい、まあ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 、この間ね、あの F8 とかそういうのを見てたら、なんかあれみたいな感じしますけど、いや高いです、うん、じゃあ次、一応このさっき選んだ ZX、うん、これのタイヤが、これ標準装備なんですけど、うん、265/55/20インチのアルミホイールを履いております。もともとついてるやつ、はい、はい、こんな感じだね。うん、うん、これがついてます。はい、で次メーカーオプション、うん、電動リアデフロック 22,000円。はい、はい、リアのデフか。そうですね、うん、これは GR の方でついてるやつなんですけど、うん、それをオプションでも付けられるということで、今回こっちのね ZX にも付けてみたいなと思います。はい、電動デフロックリア、これですね。これが付けられると、うん、このボタンが付くということですね。はい、次 SD ナビゲーションシステム A ぶっ飛ぶよ金額65万7800円。これ前回見積もった時もさ、なんだこの金額って言ってね、びっくりしたよね。うん、でも内容を聞くと、うん、あ、なるほどねってなるかな。そうそうそう、物はすごい内容いっぱいついてて、うん、その内容はこちら、まあ、ナビは 12.3 インチのまずこのディスプレイがね、うん、あるナビで、うん、でこの JBL のシステムが14スピーカー書いてます。わあすごい、うん、この JBL のプレミアムサウンドシステムも込み、うん、さらにはこちらリアシートエンターテインメントシステム、まあ、リア席にこのディスプレイがあって見れるっていうね、うん、そう、しかも左右ちゃんとついてるんですね。はい、で HDMI なんで綺麗にも見れるってことですね、うん、はい、そりゃ高いな。65万いくなこれは。でもやっぱね、元からつけられるのでつけとこっていうね。そうですね、はい、うん、じゃ次ルーフレールブラック、はい、ルーフレールブラックは3万3000円で、どのグレードもつけられますね。どのグレードも逆にオプションだね。そうだね、もともとついてるのはないということです。はい、じゃあ次、うん、タイヤ空気圧警報システム、おお、センサーがついてるのかね、うん、それが価格22,000円。うん、まあまずまずまず、まあ、あったら便利だよね。まああったら便利だと思う、うん、なんかやっぱついてるのって高級車のイメージうん、するけど、しかもこれでよくオフロードとかもし走るんであれば、あー便利だよね、それ取った方が安心かも。確かに、こんな高い車ではい、こちらですね、タイヤ空気圧警報システムで、これがこの GX 以外のグレードは全部付けられて22,000円、うん、一律ですね。はい、次、はい、トノカバー11,000円、これはどの車でも大概値段変わらない。そうだね、うん、で次、この車といえばクールボックス、あ、冷蔵庫か、はい、はい、クールボックスが付いてます。クールボックス価格が71,500円。高っ
はい、クールボックスセンターコンソールボックス内に設置する保冷庫です、うん、GX を除く全車にメーカーオプション、うん、これも GX はメーカーつけれない。なるほどね。でもセンターコンソールのところにじゃあクールボックスになっちゃったら普通の物入れとしては使えないんだよね、うん、使えないね。じゃあ次、はい、本革はニュートラルベージュ、この内装版ね、これにすることで、うん、これもオプションなんですけど、うん、0円。これ0円か。そう、選べるだけなんだね、うん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 、で、本革なんだって。そう、へぇ、これも傷まないように乗らないといけないやつです。はい、で、メーカーオプション総額872,300円。ほぼナビゲーションシステムのあのセットやん。そうね、ほぼそうですね。いや、すごい、まあ、いい金額しますね。いや、するね、うん、で、あとはまあ付属品もろもろつけてます。車検証入れ、うんうん、まあ、550円、うん、あとは ETC のセットアップとか、はい、いろいろで3,135円、うん、盗難防止機能付きナンバーフレームセットが6,710円、うん、うん、あとはフロアマット3列分73,700円、うん、3列またら、まあ、結構するねしますね、うん、で、付属品の合計金額が84,000円、飛んで95円。あ、じゃあもうほぼほぼ、まあ、メーカーオプションとの付属品込み込みで100万切るぐらいかな、うん、そうだね、うん、たきで、はい、じゃあお待ちかねの総額です、はい、車体も含めいきますよ、うん、支払い総額856,823円。イエーイ、おめでとうございます。高い高いけど、この間出した見積もりよりだいぶ安い気がする。そうだね、してしまうあれはね、てんこ盛りにしたけど、盛り盛りすぎたんで、まあ、結構省けるものがありましたね。そうだね、はい、で、車両本体価格内訳のね、うん、730万円になります。あー、なるほど、うん、まあ本体もやっぱ結構ね、高級車なんで。そうですね、いい値段しますね。グレード一番高いやつになってるんでね。そうそうそう、はい、いやー、なかなか、なかなかしますよ。そう、あ、グレード高いやつだから、うん、標準装備のがいろいろついてるよね。そうだよ、もともとでついてるんで、オプションがこれだけっていうことなんですけど、もともとのこの ZX 何がついてるかっていうと、まずこれチルト&スライド電動ムーンルーフがついております。はい、これはちゃんとね、オープンにもできるルーフですね。はい、で、またこっち、はい、このシートヒーター、うん、これはフロントシート、まあ前と助手席、運転席、あとセカンドシートもね、これついてます。おー、なるほど、うん、あ、そう、これでね、セカンドシートについてるのは ZX と GR スポーツだけだ。で、これベンチレーションもついてます。はい、しかもフロントとセカンドシートついてますね。1列目、2列目。おー、これいいじゃないですか。すごいね、うん、フロント8ウェイパワーシートっていうのもついてます。 ZX と GR スポーツと、あと VX かに標準装備ですね。うん、電動シートってことか。あとランバーサポートとかもついてるのね。そうだね、うんうんうん、はい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 、なるほどなるほど、なるほどなるほど、はい、っていう感じで主な装備はこんな感じ、うん、ZX で他にもいろいろ標準でついてるのもあるんですけど、はい、主な感じはこんな感じになります。で、最終的にまだこれね、買うかどうか決めたいと思うんですけど、うん、これ私がプライベートで欲しいって言ったら、まあ自分で勝手に買えばいい話なんですけど、一応会社のデモカーにしたいと思って私はこの車を押してるので、はい、ちょっと社長にね、確認を取ろうかなと、うんうん、買っていいのか、金額も金額なんで、いや、うん、そうだな、 OK 出るかな、押してみようかなと思ってはい、やってみてください。電話してみます。はい、あ、もしもし、お疲れ様です。とランクルの300見積もり一応もらって、ちょっといい感じだなと思ったんで、買っていいかどうかちょっと確認取りたいんですけど、あ、いいですか。あ、あ、OK です、ありがとうございます。はーい、そう、 OK、 いいよっていうことだそうなんで、ほんと悪いね今回一応ね、確認取って社長 OK ということで、はい、この新型ランクル300、うん、ノーブレステの新デモカーということで仲間入りが決定しました。おめでとうございます。じゃあ OK もらったんで、これからディーラー行ってちょっと契約の方していきたいと思います。はい、じゃあ納車されたら、うん、いろいろね、さなげ行ったり、まあ本当にその実車で細かくレビュー撮ったりしていきたいと思いますので、はい、次回の動画もお楽しみに。
楽しみに。